旦那、行きましょう。どうします？行かねえか、旦那。 まで行くわだ。1円ですね。肉に負けたけや。50銭じゃかわいそうだ。ここからだ、随分ありますぜ。飲めこい。80銭じゃどうぞ。7貫にしろよ。ちょうどそれっきりじゃねえんだ。本当ですか、本当ですか。本当だよ。よ、行きましょう。 どの辺です？それがさ、近所まで行ってみなきゃわからないんだがね。でもどの辺か行ってくださらないと道順がありますから。何でも火薬庫の近所だとか言っていたよ。頼りないですな。まあ王子の停車場まで行ってもらえばわかるさ。 どうしたんだ？旦那、変なものは予想じゃないか。そのバンドは何をするんですか？バンド？
が口んで緩めたんだよ。だからって何も外しまなくたって。ああそうか、お前は俺はこれで締めるとでも思ったのか。安心しろよ、まだそれほど困っちゃいねえよ。そうですか。でもどうも足は。ああそうだ、お前その鏡を見るから変な気を回すんだよ。後ろの見えねえようにそっぽ向けてたらどうだ。それもそうですね。じゃあ旦那を信用してこうやっとくか。でもね旦那、バンドだけは締めててくださいよ。うんそうか、危なくてやる気がねえよ。分かった、安心してやったやった。もう闇ん中さ。それで警察の方は？もちろん申告したさ。うせた時からどうも変なやつだと気を許さなかったから助かったんだ。バンドとは考えやがったな。僕より扱いいいからね。おう、じゃなくちゃお互いにお客の人相を見てから乗せるんだな。ほら行ってくるぜ。深見さん、幸子さん、大将は大丈夫、帰ってくるでしょうね。出かけにはそう言ってらしたわ。でもご隠居さんのご病気が悪くでもあると分かんないわね。じゃあどうだい、明日の朝早くでも本宅の方にお願いに行ってみたら。うん、でも俺は前に一度助手のことは話してみたんだがね。うん、そしたら、うん、今の人数だけでも経済が取りきれないんだから、この上人を増やしたら結局君たちへの分配が少なくなるからってお断りさ。でも今夜の事件で考え直してくれるかもしれないよ。一つ僕からお願いしてみてもいいよ。あ、そうだね。事件の当人が話をしたらそれに越したことないからね。じゃあ君に一任して帰るとするか。うん、そうしよう。おい、やっと二人きりになれたね。しゃかしゃ困るよ。さよなら。おやすみ。さよなら。ご苦労様。遅くなってすまんすまん。お帰りなさい。あ、なんかそれひどい目にあったってね。誰からお聞きでした。いや今なんだ、あの角で田中君たちと立ち話をしたんだがね。でも本当によかったよ、話を聞いた時はゾーッとしたよ、ね、あそれからね、あの女子のこともね二人から聞いた。ぜひ一つご心配ないよ。ああそれからね、あの遅いからもう帰ってくれよ、ね、すいません。帰りに。おい、おい、いい。あ、あの、待ってて。いえ。いえ、分かってんだよ。待ったろ。いいえ。お袋がはっきりしないもんだからね。まあ、そんなに悪いんですか。あ、この二三日どうも元気がないんでね。で今も注射をするとかしないとか弱ったよ。何しろ年が年だしね。 あのもう遅いから帰ってもらうよ。あの後私が始末するから。ありがとうございます。割合に上がらなかったね。もう本当に良かったね。あれのことさ。嫌ですわ。長松君いいよ、私が閉めるから。ええ、でもどうしたんだよ、早いじゃないか。ああタイちゃんいるか。いるよ。困ったな。どうしたんだ、どうかしたのか。ええ、事故か。いいえ、実はあのどうも申し訳ないんですが。なんだよ。実は若旦那をお連れしちまったんです。踏みを。ええ、遠慮なく帰った方がいいよ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。あったか。でお前どこだったの。あの
公園裏で駐車してますとね、黙ってドアを開けたお客さんがありましてね、気がついた時にはもう乗ってて、うちへ連れてっておくれとおっしゃるんでしょ。見ると、あの、あいつね、降りたらどうだ。踏むよ。ああ、兄さんか。はあ、人の指したらすっかり冷めちゃった。はあ、王様降りなさい。え、あ、踏むよ。降りますよ。今降りますよ。危ないよ。分かってますよ。大丈夫かしら。兄さんのお箱だ。寒いだろ。え、あ、すいません。お前今どこにいるんだ。ね、居所ぐらい知らせてくんなくちゃ困るよ。居所ですって。うっちゃられた犬ころに屋根なんざいるもんですか。犬ころ。お前のお箱だな。え、痛いな。いつまでも拾い手がないもんですからね。拾い手はここにいるじゃないか。兄さんはそうです。でもまたうっちゃる人があるんですから。ええ、追い出す人があるんですから。踏みよ、この捨て鉢はよせ。おふくろはな、お前のことを片時だって忘れたことはないんだぞ。そうでしょう、忘れないでしょう。不幸者は忘れられるもんですか。まあ、おふくろの身にもなってみろよ。おふくろはお前のすることなすことをいちいち義理のある私に気兼ねをしてるんだ。でも俺は点で何にも気になんざしちゃいないぜ。そりゃ俺だっておふくろがお前を連れてうちやってきた当座はしがんでた。死んだ俺のおふくろのことばっかり考えてた。でもあれは子供心が抜けなかったからだ。兄さん、いつまでそんな歌を歌ってんです。もう聞き飽きたよ。まあ聞けよ。聞いたって腹くちくならないよ。お前腹が減ってんのか。うん、もんなしじゃ誰も食わしてくれないから。だいぶ飲んでたよじゃねえか。友達が飲ませてくれたんです。ええ、ヤクザの友達がね。兄さん、肉親より友達の方がどれだけ親切だか知ってますか。もう知ってるつもりだ。飲ましたり遊ばしたりするだけの親切ならな。だけど文雄、それはお前にしてくれるんじゃないんだぜ。そんなことあるもんですか。そうさ、お前自身に尽くしてくれると思うと大間違いだぞ。私たちの金を目当てにしてるだけなんだぜ。そう思わないか。金の取れる鶴があればこそお前を取り巻いてチヤホヤしてるんだぞ。おふくろもしょっちゅうそれをそう言ってるぞ。あの悪い連中とはきっぱり別れさせたい。そいつは泣いてるぞ。おふくろはお前が憎いんじゃないんだ。お前を取り巻いてる連中が憎いだけなんだぞ。友達悪くちゃらしてください。それよりも兄さん、何だ。お金を貸してほしいんです。おお、安い声だ。
たがお前その前にお心に会ってみようと思わないか。思いませんね。まあ会いたくありません。嘘だ。お前だって本心は会いたがってるくせに。それにね、お心もここのとこすっかり衰弱が来てるんだよ。私が言ったら脳を悪くするばかりです。そんなことがあるもんか。俺がうまく取り出してやるから。ダメです。出て行けが話のオチです。そんな志賀松に会ってこいよ。お心だって同じ気持ちなんだからな。じゃあ一緒に行こう。じゃあ帰ります。嫌です。会うもんですか。行きたくありません。久美男、それは本心か。本心です。会いたくはありません。それは嘘だよ。お前はお袋の病気を知って帰ってきたんだ。私には分かってる。兄さん、兄さん、会いたい、会いたいんです。でも今のままじゃ会えません。なぜだ。このヤクザの姿をお袋の前にはさらせません。なんとか目鼻をつけてからとずっと思っていたんですけど、一度落ち込んだ穴からなかなか抜け出せないんです。だから言ってるんだよ。お前がね、あの連中と離れさえすればね、明日からだって、いや今からだって、俺は自分の体を盾にしたってお前を一人前にしてやるつもりだよ。兄さん、仲間に別れて一人になろうと焦っているんです。苦しんでいるんです。兄さん、お袋に威張って会える私にしてください。兄さん、お前がその気ならね、お袋もきっと喜んでくれるよ。ありがとう、久美男。俺を言うよ。なんだよ、泣いて。おいおい、君、大急ぎで頼みたいんだから。どうも、あいにく。おい、車があるじゃないか。それがその…早くやってくれよ、急ぐんだけ。運転手がいないもんですから。ここにいるのは違うのかい。ええ。お前さ、それがどうも。やったな、やったな。なんとか気をつけよ。いいねでいいんだ、いいねで。いっぱい目と起き上がるねしね。なんとかならんかね。兄さん、僕行ってもいいんだけど。だってお前は…兄、僕行ってきます。あ、すまん、頼む。どちらです。余裕まで。は、じゃあ、どうぞ。兄さん、お金が。いえ、確か免許証が預けてあるはずなんですけど。そうそう、お前この前金を借りに来た時に無理に置いてたっけな。おいおい、急いでやってくれよ。はい、すいません。帰ったらお風呂に会うんだぞ。分かったね。どうも。また車を売り飛ばさないよな。痛いな、うん、兄さんすぐ思い出すんだから。嘘だよ、嘘だよ。帰ったらあのガレージを閉めとくからね。次回に打ちましょう。行ってきます。
眠れました。お帰りだ。少しも知りませんでした。ああ、それはよかった。遅くまでご苦労さん。何？それよりお母さん、ふみおが帰ってきましたよ。ふみおは珍しいよ。お母さんの病気を心配してやってきました。あれのことだ。またお金でも借りに来るんだ。あの子のことだ。いや、違いますよ。お母さんにお会いして今までの不幸をお詫びしたいって泣いてました。それが本当なの？お前に回せる顔があるんだ。また私に気穴をするんですね。二人きりの兄弟じゃありません。うちらは若い自分には誰しもありがちなことですよ。さあ、もうその話はやめて、あれのことは私に任せてください。代々木の方へ仕事に行きました。時期帰ってきますよ。2時間も今頃は上の辺でしょうか。また去年のように車を売り飛ばされないようにしてくれ。いや、まだやめ。あれにはね、あれ、どうも。やるんでしょ、やるんでしょ。これはね、やるんでしょ、やるんでしょ。海外寝てると思うな。うん、ああ、もちろんさ。もう3時過ぎだもの、寝込みを踏まれるとは気づくまい。相手が一人だと楽なんだから。いや、それがさ、腕っぷしの強いのがいられるとちょっと困りもんさ。まあ、うんぷてんぷだ。旦那、代々木はどの辺です？甲州街道の裏だよ。あ、神宮から入ったところですね。小田急の沿線だよ。下北沢の駅知ってるかい？ええ、知ってます。あのすぐそばで。ええ。腹が減った。そうだ、不明は腹が減ってた。ねえ君、待っててくれないかい？ええ。もし何だったら帽子と外套置いてくれない？そんなことしなくてよ、男性。よお、金も払ってもいいぜ。構いません。確かに待ってますよ。そうか。よ、置いてこ。おとにかくこれ置いてこ。いいですよ。いいよ。いいそうです。真夜中の客ってマシなやつ一人もいねえや。腹が減ったな。目が回りそうだ。おい、知らないかい？あっち行きましたよ。あっち？スマクサ、スマクサ。なんだあいつら。ねえ、助けてよ。この車で連れて行ってよ。そんなことできるもんですか？お願いよ。悪い奴に捕まったらそれまでなの。ねえ、私殺されちゃってもいいの？ねえ、早く行ってちょうだい。ねえ、早く。殺されちゃってもいいの？ねえ。よし、行こう。
でも自動車が上がってる以上。おっ、こっちのおるさん。そうだ、あそこに入り込んでたらすぐに引き込んだ。おお、そうなんだ。武士。ああ、こいつは。しきしょう。娘さん、どっちまで行くんです？どこだっていいわよ。ここは甲州街道ですよ。どこまででも行ってちょうだい。え？どこまででもって、もう困りますね。娘さん、ゆっくり着替えなさいよ。運転手さんとおいでなすったよ。やっと着替えてよ。さあ行きましょう。そんなに急がなくてもいいわよ、ここまで来てる。え？まあ大きな太陽。もし娘さん、一体どこまでおいでになればいいんです？どこって？どこって行く先がわからないんじゃ困りますね。だって私逃げてきたんですよ。それは分かってます。だからどっか当てあるんでしょ。それをどうしようかと今考えてるの。ああそうです。ゆっくり考えさせてちょうだい。え、考えさせて。あら、きれいな水ね。気持ちね。ちょいとハンカチ持ってたら貸してくれない？あ、はい。早く。はい。
ダメ。ダメよ、洗わなくちゃ。どうもすみません。あんたも顔洗わない？ね、ありがとう。いい気持ちでしょ？え、まだこれからです。にくいわね。でも私こんな冷たい水でなんか顔洗ったことないわ。でもこれが本当ね。本当かしら。私なんだか夢を見てるようだわ。夕べからの。何だったろう。そうですか。私はまた狐に繋がれてるようですよ。本当に尻尾は大丈夫かな。バンドよ。ねえ君、この女を連れて逃げるなんてけしからん。おっしゃっても私にはどういうわけか見当がつきません。帰ってまいりますので。しかも街灯も帽子も持ち逃げなんだ。今参りますと言ったか。それからね、不明のことはご安心ください。かしこまりました。君、僕はあいつの帰ってくるまで待ってるよ。どうぞ、そうなすって。せっかくの寄進も水の泡だ。余計なことしやがって。うん、そんなこと言うのもあいつ言わない。あのガレージの中ですから、タバコ一つ。そうなきゃいいだろ、いや。食べさせてくれない？あ、いらっしゃい。二人分だ。ねえお嬢さん、こんなこと聞いちゃ失礼ですか？こんなこともそんなことも失礼。だけどあんただからいいわ。どんなこと？つまりあなたが逃げ出したことですね。どうして男の人に追われたんです？ああ、そのこと。何か訳があるんでしょ？おありなの。それ聞かせてくださいな。悪いですか？悪いけどあんただからいいわ。それに私を救ってくれたんですもの。私ね、実は家出しちゃった。どうしてです？それは話せないわ。ねえ、それ聞かせてくださいな。第一、恥ずかしくて。じゃあつまり逃げ出して昨夜のうちに隠れていたってわけですね。そうよ、お友達のうちなの。女ですか？お友達。男のとこへなら泊まるもんですか。どうも失礼しました。失礼よ。でもいいわ。それでね、あの追ってきた男ね。あのちょびひげですか？メガネですか？ちょびひげよ。あれが母さんの弟なの、うん、つまり私、あのちょびひげさんと結婚強いられてるのよ。そんなもの断っちゃえばいいや。でも今の母さん二度目なんでしょ。どうしても気ままを言えない立場なのよ。父さんだって気兼ねしてるくらいなんです。であんたどう思って、本当の母さんだったら何でも言えると思わない？それがやっぱり。あ、来ました。うまそうね。ええ、うちにはまずいものありません。はい、箸がないわよ。おじさん、
割り箸ありません？ありません。僕は本当のおっかさんと兄が一人いますよ。羨ましいな。でも義理の兄です。親父の繊細の子で僕は連れっ子さん。まあじゃああんたも義理と義理で締め付けられているのね。そうさ、だから僕も家出したんだ。なぜ？母の兄に気概するのを見てるのが辛いからさ。兄はいい人です。働き手です。兄が良ければ良いほど私が不甲斐なく見えるんですね。何も家出なんかしなくったっていいんだけど、やっぱりその方が自由だろうな。そのためにとうとう自分でヤクザになっちまったんです。もう取り返しがつきませんよ。母は私を憎んでいます。いいえ、きっと憎んでなんかいないわよ。憎んでいたって義理の上でなの。で、今でもうちを飛び出したままなの。え、昨晩帰ったんです。夕べまだほやほやなのね。お母さんが病気だって分かったもんですからね。お気の毒ね。お会いして。母さん優しかった？まだありません。なぜ？あなたのためにここに来ています。まあ悪かったわね。そんなこと知らないもんだから気が向いてごめんなさいね。ごめんなさい ね。急いでじゃ帰りましょうよね。いいですよ、そんなに騒がなくても。でももう2年ほど経ますから。そう、これで2年。うん、おじさん、おかわり頼むよ。出ちゃ食べにくいな。そうね、本当や。やっぱり女を連れて逃げたというじゃないか。嘘ですよ、そんなこと。前なんか言ったじゃないか。いまだに帰らないとこ見るとやっぱりそうに違いないんだよ。しげさん、本当のこと聞かしとけ。いや、稼ぐのに忙しいに違いありません。きっと大儲けして帰ってきますよ。じっとしていられない。お子さん、まあ休んでしょ、ね、に無事に帰ってきてください。大丈夫ですよ。大丈夫です、大丈夫です。お腹がくしくなると眠くなりますね。昔から決まってるわよ。おじさん、勘定。ありがとうございます。はい。どうするんです？どうするって何が？うちお帰りになるんですか？私、考えてる。まだ考えてるんですか？困っちゃう。じゃあ、とにかく東京へ帰りましょうよ。ね？そうですか？そのうちにはいい考えが浮かぶでしょうか？頼りねえな。大丈夫よ、浮かぶわよ。自分じゃ。
のとかなんだよ。若旦那が、あの男の女を連れて逃げた。静かにしろよ、おい。古賀の車で帰ったって本当かい？本当だよ。昨夜帰ったあれだね。お話のアパートはここです。とにかく、あなたを追ってきた男はね、私の家を知ってるに違いないんですから、きっと今頃はやってきてるでしょうよ。なんだか、怖いわ。だから家を帰りなさい。それが嫌なら私が迎えに来るまで、ここにいるんです。いるわ。あんたが保証してくだされば。その点は大丈夫。仲のいい友達ですもん。センちゃん、センちゃん。誰だ？俺だよ。まだ寝てるのか？おい、なんだい。ところで頼みなんだけど、ね、聞いてくれる？兄貴の頼みなら何だって聞いて。休みいいな。さあ、お入りなさい。困ることないよ。お、何見てやんだ。そう、遠慮いりませんよ。いや、夢かじゃんな。ねえ、兄貴、いい山見っけたね。うるせえ。ここなら安心ですよ。せん。え？すんかつからこの人頼むよ。この人ですか？そうさ。ちょっかい出すとただおかねえぞ。大丈夫ですよ。じゃあ頼むわ。ね、気楽に言いなさい。すぐ帰ってきますからね。早くね。あ、どうぞ。お楽におかけなすって。どうぞ。ありがとう。紅茶でも出ますか？すみません。得意の一手でもお目にかけますか？誰ですか？あの人のお宅、この近所でしょうか？え、兄貴？え、あなた知らないんですか？あの方は星タクシーの若旦那ですよ、立派な。そう？うん、つまり兄貴が腹違いでね、財産を分けるのが嫌さに追い出されているんですよ。そんなこと言ってなかったわ、あの方。そうじゃないですよ。私の考えに間違いあるんですか？どうです、私の入れた紅茶です。ありがとう。ウイスキー入れますか？飲めないわ。え、どうですか？じゃあ私が頂戴します。あれ、すごいね。おい金庫、ちょっかい出すとただじゃおかねえで。なんだ君は、どこをまわまわ聞きやがったんだ。へい、いいじゃないぞ。あの女どこについてたんだ。いえ、まあ落ち着いてください。何、落ち着け、ふざけるな。こっちよ。兄さん、ただいま。お前の帰りが遅いって心配してたんだよ。そんな話はどうだっていいんだ。話せ、早く聞かせろ。ああ、あのお嬢さんのことですか？そうよ。どうだ、分かったか？おう、今こいつにね、白状させてるところなんだ。そうよ、この方々が朝早くから心配なさってな。兄さん、心配かけてすみません。私のことおかしい話したんですか？また心配してるだろうな。そんなことより、お嬢さんをどこへ下ろしたんだ？どこへお送りしたんだよ。言えません。
何？なぜ言わないか。おい。何よりもまず自動車の賃金がいただきたいんです。こいつ言わないのか。払ってくだされば言います。いくらだ。20円です。20円？どこまでの料金だ。八王子往復です。八王子？八王子で降ろしたのか。そうです。嘘つけ。そんなこと言え。だから払ってくだされば言います。僕にだって責任はあるんですから。やめてくれ。お前。何をするんです。もしもし、手荒なことなんちゃ、お前も困りますよ。だから青じをしろって言うんだ。本当のこと言ってんだ。こいつのおかげで大切な人を逃げてしまったわ。代わりが殴らずに、いられなかったか。何をするんですよ、あんた。そんなことをしたかったら、あんた、お前も。おめえ、引っ込んでろよ。やろう。やめろ。やめろ。何をするんだ。てめえらに乗せられて黙ってる俺じゃねえぞ。何をくれろ。いや、聞いてるんだ。何だ。バイクが黙った。おい、やるぞ。ほら、踏みよ。踏みよ。我慢しろ。兄さん、我慢するんだ。こっちやったってください。よいしょ。やるならやってみろ。やい。俺のやつは知らないのか、この野郎。そんなことして倒れなくていいんだ。責任って何でした。出ねば払わねえって名前のせいだ。いくらやるか。怪我をしたらお母さんが心配するよ。兄さん、話してください。よし。よし。兄さん、俺の気を済むようにさせてくれ。よせ。バカ野郎。何、こんなやるつもりだ。よし。おめでとう、おめでとう。よし、お客さんをやめてもらおう。物事聞くならもっと静かに聞いたらどうだ。不明にやめてくれ。やめなさい。あなた方は大人げない。だから最初から本当のこと言えんだ。いずれ挨拶に来るからな。誰でもよくせ。物のことなんて誰が言ってるんか。バカ野郎。八王子って言うからな。もうそっちへ手合わせしよう。うん、街灯だ。おう、欲しい。うん、あら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 。そんな柳原に吊るしたらな街灯誰が持ってくかい。さっさと持ってけ。被害者やけど。ええ、大丈夫です。一体どうしたんだ。あの客を待ってますとね、女が逃がしてくれて飛び込んできたんです。お前逃がしたのか。そうです。誰が本当のこと言ってやるか。じゃあ後々かかり合いでもなるとつまらないぞ、うん、その女の人はどうしたの。友達のアパートにかくまってあるんです。そりゃよした方がいいよ。それは女のうちに送ってあげなくちゃいけないよ。でもどうしても帰らないって言うんですね。どうよ。そう、誘拐の嫌疑でもかけられるとつまらないぞ。つまらないことにかかり合うなよ。ええ、兄さん、お母さんに会ってこいか。心配してるよ。そう。人のことなんか頭足でいいよ、兄さん。不要。お母さんの気に障るようなこと言っちゃいけないよ。分かってます。ちょっと待って。ええ、ちょっと行ってくるか。逆らったりしたらダメだよ。ええ。ちょうど寝てられるよ。そうですか。目の覚めるまで待った方がいい。釣れたのはよくわかるだろう。ええ、しばらくあのままにしておこう。お母さんと別れてどのくらいになる。去年の春から会いません。もうそんなになるかな。でも俺はあの時のことを思うと今でも胸が苦しくなってくる。すいません。まあ、今度という今度はあの連中とはすっぱり切れてくれよ。お前が悪い人間じゃないっていうことはこの兄さんよく知ってるんだから。わかります。
生まれ変わった私になります。姫さん、姫さん。あ。富男が来たって。来ております。そこに。こっちに来たらどうだ。え。おっかさん、体どうですか。お母さん、今日から文雄をうちに置いてもらいます。いいでしょ。帰れるようにして来たんだろうね。え、帰れるようにしてってどういうふうにですか。分かってるはずだよ。それは私からもよく言って聞かせました。文雄も今度は生まれ変わってきたんです。生まれ変わって、その手の血はどうした。これですか。お母さん、心配ありません。これね、さっきガレージにね、酔っ払った客が来ました。いや、姫さん、私への義理立てはやめてください。やっぱりヤクザは治らないと見える。お母さん、決して私のしたことじゃありません。出来そくなったんだ。お母さんたら、それは私からもよく言って聞かせてあるんですよ。いや、自分たち行く。お母さん、どうしてそうなんです。私の気持ちがわからないんですか。文雄、兄者、言わせてください。お前、言ってどうせよ。言いたいよ。お母さん、せっかく今までの不幸をお詫びに来たのに、なぜ私が憎いんです。なぜ憎いんです。憎い、なぜ憎いんです。憎いよ。どうして憎いんです。なぜ私の憎い。おっかさん、見よ見よ、おっかさん、こっち来いよ。嫌です。おっかさんは体が悪いんだよ。俺の言うこと聞けよ。おっかさんもうすっかり生まれる。ふみお、お母さん、お前は可愛いんだ。可愛いから憎くなる。お前の立派になった姿を見たいんだ。それが見たさにああもおっしゃるんだ。他人の憎さとは違うっていうことは、お前だって分かってるはずじゃないか。分かってます。でも、何もあんなにまで言わなくったって。そこが憎しんだ。お前を産んだお母さんの言葉だ。ありがたい言葉だ。が、私には遠慮して、ああ、おっしゃってくださらない。姫ちゃん。お呼びですか。甘い顔見せない、厳しく言って真人間にしてやってください。お母さんが優しい言葉をかけてやらなければ、文雄のしねくれた気持ちは治りません。分かってます。
安全にしてください。ここにいたの。やっぱりお母さんはお前に家にいてくれとおっしゃるんだ。え？こっちおいで。え？さっきの娘を返してほしくないな。ええ、行ってきます。行っといでよ。ねえ、兄さん。お願いがあるんだけど。何だ？すみません。100円ほど願います。ああ、持ってないよ。友達と別れるのに少し金がいるかもしれないんです。すみません。じゃあちょっと行ってきます。おい、自動車で行ってこいよ。え、私の女房にでもなる気か。そんなことができるもんですか。ご挨拶だな。当たり前よ。じゃあ警察に突き出せる他に手はね。えと言ったらついと睨みが効くだろう。お嬢さん、うちじゃ心配してるよ。知っててよ。でも私、母さんの都合で結婚なんかしたくないんですもん。ママ派だと言ったね。そうよ。じゃあなおさら帰らなきゃいけないな。なぜ？あんたのわがままに小言に言えない義理合いだからさ。それにお父さんもお母さんには義理があるなさんなかのしがらみだ。私は今お袋に会ってきた。お互いに毒づく間だが、兄貴はそれができないと寂しがっていたよ。お嬢さん、自分本位じゃ世の中は通らないよ。お母さんの顔を立てて、うち帰った方がいい。ね？もし気に食わない結婚だったらきっぱり断るんだ。そうされた方がお母さんだって、どのくらい嬉しいんだかわからないんだよ。ねえ、お嬢さん。親子の間に垣根は禁物だよ。あんたに言われなくたって、そのぐらいの理屈は知っててよ。呆れたもんだ。知ってたら帰った方がいい。ね？そしてきっぱり断るんだ。私嫌。私いや。素直にしたらどうだ。お嬢さん、さあ送ってあげよう。ね。嫌です。私帰るの嫌。嫌。俺の顔も立てさせてくれよ。せっかく真面目になりかけた私の心くじけさせないでくれよ。ねえ、お互いにお袋の気持ちも考えてやろうじゃないか。さあ送ってあげよう。ね、なんだい、泣くやつあるじゃん。お嬢さん、お宅はどこだか言ってくださいよ。考えてる。何？自分の家をこれ？だがね、言おうか言うまいかそれを考えてるのよ。そうか、それなら話分かってるよ。お客さん、どこまで行くんですか？大森三郎よ。はい、かしこまりました。これが俺の会員みたいなもんだ。お嬢さん、ここですか？
さん。降りないんですか？これもついでにね。おう、長津君、長津君。君は日に何度あの窓を覗きに帰ってくんだ？それと幸子さん気になるんだったら、ゆかに結婚を申し込んだらどうなの？それはその。もう一息ってところでダメなんですよ。どうダメなの？承知してくれていて、盾となるといてくれないんで、ね、それがその。やれやれ。それに、若旦那はこの事務所においでになってからというものは、口の利きようまで違ってきたんですよ。変なこと言ってくれ困るよ。本当ですよ。私に比べると若旦那、万事 OK ですからね。そう立てちゃ困んね。よし、それじゃあ僕から幸子さんにはっきり言ってやろう。ね。あの、大体君を振るなんてけしからんよ。ね。どこまででございます？急ぐのよ。どうぞ。あなたじゃダメよ、あの運転手さん。あの方あのご主人なんです。私が運転手さん。どうぞ。あなた行ってくださらない？行ってちょうだいよ。参りましょう。あれ、どの車？あれね。長津君、チャンスだよ。はい。お嬢さん、どちらまでおいでになるんです？八王子まで。あ、そうっすか。店行ってきます。ご苦労様です。ねえお嬢さん、結婚はどうなりました？やめたわ。案外簡単に片付いたの。さあ上出来でした。で今日は八王子まで何かご用事で？いいえ、別に用ってないんだけど、ただもう一度あの流れで顔を洗って考えてみたいことがあるからよ。今日は料金お持ちでしょうな。大丈夫よ、天国まで行く料金だって持ってるわよ。ああそれで安心しましたよ。あんたに話したいことがあるんだけど。ええ、
何なりと話してください。ああ、いいわ。表紙つくまで取っとくわ。うん。お腹が空いたの？うん。お嬢さん、もう甲府近くですよ。本当？ねえ、どこまで行ったらお嬢さんのお話に聞けるんですか？私がお話ししたいことくらい、とうにここまで来るうちに分かってもらえるはずだわ。綺麗な夕日だな。夕日も随分大きいのね。